どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダービルド、出発出航、デラックス、海賊発射の方をご紹介したいと思います。では、パッケージの方を見ていきましょう。では、開けます。まずは説明書が入っております。中身を開けるとこのようになっております。海賊発射本体が一つ入っております。ではお待たせしました。海賊発射の方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではギミック部分の方を見ていきましょう。こちらにトリガーボタンがございます。こちらに電車がありますよね。これを右に引っ張るとこのように移動することができます。離すと元に戻ります。スピーカーはここにあります。電源スイッチは後ろ側にあります。こちらが電池蓋になっております。単4電池2本必要となっております。では電源スイッチを入れて音声の方を確認しましょう。電源スイッチをオンにすると起動音が鳴ります。ではまず斬撃音から確認していきましょう。こちらのトリガーボタンを押すと斬撃音が鳴ります。斬撃音声は1種類のみです。続いて弓攻撃について説明したいと思います。こちらの電車を右に引っ張ってすぐ離すと弓攻撃音が鳴ります。では実際にお聞きください。続いて必殺技について説明したいと思います。こちらの電車を右に引っ張って持ったままにしておきます。すると各特殊な音声が流れます。最初に流れる音声が各駅電車、続いて急行電車、続いて快速電車、最後に海賊電車という音声が流れていきます。そして各特殊な音声が流れた順番のタイミングで電車を離すと出発という音声が鳴った後に必殺音声が鳴ります。では実際にお聞きください。以上で仮面ライダービルド出発出航デラックス海賊発射の方をご紹介いたしました。こちらの海賊発射のデザインのモチーフとっても素晴らしいですよね。この海賊発射逆さまにすると怒りがデザインになっています。そして真ん中には船のデザインが描かれていて、船の右側には電車のレールのデザインが入ってますね。そして船の上には電車が乗っかっていてとてもいい感じのデザインになってます。残念ながらフルボトルとの連動音声はありませんのでご注意ください。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。